富士通株式会社は、日本の総合エレクトロニクスメーカー、総合 IT ベンダー。通信システム、情報処理システム及び電子デバイスの製造、販売並びに、それらに関するサービスの提供を行っている。日経平均株価及びトピックスラージ70の、構成銘柄の一つ。IT サービス提供企業としては、国内1位、世界4位の売上高を誇る。 理科学研究所と共同開発したスーパーコンピュータ、富岳が計算速度のランキングで世界首位を獲得。また、非接触型手の平常脈認証などの世界初の商品を開発し、第17回顧客満足度調査のハードウェア分野において8部門中6部門で首位を獲得するなど高い商品力を誇る。 グローバルにビジネスを展開し、約13万人の連結従業員と3246億円を超える資本金を要し、売上高3兆8000億円を超える大手企業である。環境保全に積極的であり、世界有数の ICT 専門誌、コンピューターワールドのグリーン IT ベンダートップ12社で2年連続で世界首位を獲得。 国内の IT 業界、就職人気企業ランキングのメーカー部門で、首位、総合部門で、第2位にランクインするなど高い人気を誇っている。また、これまでの人生において何らかの高い実績を上げた、人が対象である、チャレンジイノベーション採用を2010年度に、新設した。その採用では、ラクロスや、アーティスティックスイミングの日本代表選手、俳句や囲で、 学生日本一になった者、また現役で公認会計士試験に合格した者や、国際的なビジネスコンテストで優勝を果たした者など、幅広い層の人材を獲得することに成功している。1923年、古賀電機工業とドイツの電機メーカーである、シーメンス社が、発電機と電動機を日本で国産化するため、合弁会社として、 富士電気製造株式会社を創業として設立。社名の富士の富は小賀グループの富氏はシーメンス社の字に由来する。当社は富士電気製造社の電話部署管業務を分離して1935年6月20日に富士通信機製造株式会社として設立された。1938年に専用の新工場を建設して 独立、1965年に、資本的にも独立し、1967年に、称号を、富士通株式会社へ改称した。1978年まで使用されていた車掌は、親会社だった富士電機と同様に丸の中に、小文字アルファベットの F と S を組み合わせたものである。旧ロゴ1989年にロゴマークを現在、 使われている無限大のマークを冠した富士通に変更。それまでのロゴは上下を青の長方形に挟まれた富士通あるいは富士通だった。翌年に ICL を買収した IBM プラグコンパチブル機ファコム M シリーズの成功で現在の規模へと成長した観光庁や電話会社、その他大企業向けの大規模システムを得意としている。 また、各種コンピュータ、ソフトウェア、電子デバイス、通信設備などを販売している。富士通グループのブランドプロミスは、創立75周年となる2010年3月29日から、シェーピングトゥモローを一中となる。それまでのコマーシャルメッセージは、当初は、輸出向けの、ザ・ポッシビリティズ・ア・インフィニットであった。社内向けに発行されている、富士通技法では、 夢を形に信頼と創造の富士通とそれ以前のコマーシャルメッセージが使用されているが最近では松高子らが出演している CI 広告に夢を形に富士通というスローガンを併用して使用していたまた楽々本7のテレビ CM からハイビジョン画面を活かしてサイドのどちらか一方に字幕を挿入した字幕入り CM が放映されており 以降、FMV や企業 CM でも字幕入りとなっている。合わせて、FMV の2010年冬モデルのテレビ CM より、ブランドプロミスの、シェーピングトゥモローイッチュ中を表記したサウンドロゴに変更となった。なお、歴史的経緯から陶器上の本店は、神奈川県川崎市中原区の川崎工場内にあるが、本社機能は、汐止めシティセンターにある。なお、 かつての親会社で母体となった、現在の富士電機はじめ富士電機グループとは、互いに株を持ち合う、役員を相互に足し合う、同等の取引、パートナー関係、共同で新会社を設立するなど兄弟会社のような関係となっていたが、取締役相互派遣停止を経て、2017年2月に、株式相互保有方針の見直しを行い、 富士電気保有の富士通株式の売却を発表した。当社保有の富士電気株式も時期を見て売却することとしてより、同年9月29日付で売却された。2008年、シーメンスのコンピュータ関連部門を買収。2009年8月27日、フランクフルト証券取引所へ上場廃止を申請。また、翌8月28日、 スイス証券取引所へ上場廃止を申請。2009年9月、社長、野添集団が辞任。富士通はこの時点で、辞任の理由を、病気療養のための自発的辞任と公表した。同月25日、会長、松下道義が社長を兼任する人事を発表したが、その後、野添が、自らの社長辞任の取り消しを求める文書を提出。 野添は辞任した日に、取締役相談役、秋草直之らから、社長としての不適格性を理由に辞任を迫られたと、主張し、辞任理由を、病気療養のためとした、富士通の説明を否定した。翌年の2010年3月6日、富士通は、臨時取締役会にて野添を、相談役から解任した。同時に、当初の社長辞任の理由を翻し、 当社が関係を持つことは、ふさわしくないと判断した企業と関係を続けたためと、公表しお家騒動が発覚した。2009年9月25日、松上千代氏が代表取締役会長兼社長に就任。2010年6月17日、携帯電話事業を東芝と統合させることを発表した。同年10月1日に、東芝と共に、同社が、 株式の8割超を持つ新会社、富士通東芝モバイルコミュニケーションズの事業を開始。富士通は2009年度の携帯電話出荷台数で日本国内3位であったが、東芝との統合により2位に浮上する。2010年7月12日、マイクロソフトとの戦略的協業により、クラウドの世界戦略を強化することを発表した。 2014年1月31日、ロンドン証券取引所上場廃止。2015年10月29日、2016年春、PC 事業及び携帯電話事業を、それぞれ100%子会社にすることを発表した。2015年12月、東芝、バイオとの3社による、パソコン事業を統合する検討に入ったが、2016年4月に、破談となった。 2016年2月1日、PC 事業を、富士通クライアントコンピューティング株式会社、携帯電話事業を、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社にそれぞれ、分社化。富士通モバイルは、コネクテッドの子会社に変更された。2016年11月1日、連結子会社のうち富士通システムズイースト、富士通システムズウエスト、 富士通ミッションクリティカルシステムズを簡易吸収合併。2017年11月2日、富士通は、富士通クライアントコンピューティングの株式の51%を中国のレノボが取得し44、44%を、富士通5%を日本政策投資銀行が保有することで合意したと正式発表した。また、 工場は閉鎖せず、同じクレノボに買収された NEC と同様に、富士通ブランドを維持することになり、製品戦略でも、人工知能の導入など独自性を維持するとした。2018年1月31日、富士通コネクテッドテクノロジーズなどの、携帯電話端末事業を投資ファンドのポラリスキャピタル、グループに売却すると正式に発表した。また、 アローズブランドも維持するとした。2020年7月17日、日本国内サービス市場でのさらなるビジネス拡大に向けて、10月1日付で、富士通ジャパン株式会社を発足させることを発表した。2021年4月1日、株式会社富士通研究所及び国内主要 SI k グループ会社11社を吸収合併。国内、 地域企業団体向けソリューションサービスプロダクト関連事業を富士通ジャパン株式会社へ会社分割により継承パーソナルコンピュータオープン系サーバー A サーバーミニコンピュータメインフレームスーパーコンピュータストレージシステムフォールトトレラントノンストップシステム超並列マシンワープロ専用機ソフトウェアマイコンキットハードディスクドライブ不採算事業のため 2009年10月1日をもって、ドライブ事業は東芝へ、記憶媒体事業は昭和電工へ事業を譲渡した。なお、東芝に譲渡した、タイの生産拠点が、ウェスタンデジタルの日立グローバルストレージテクノロジーズの、買収後に、HGST の3.5インチ HDD 製造設備、等と引き換えに、WD に譲渡されている。PDA 携帯電話、 PHS スマートフォンベストセラーとなった、フォーマラクラク、本富士通発の Android 搭載スマートフォン F-12、C 電話交換機ネットワーク機器ネットワークサービス、販売のみ。製造は、富士通フロンテックが行っている。ATM のシェアでは大手に属する。防犯上、機器仕様は公開していない。YRP 研究開発センター幕張。 システムラボラトリー上場企業非常上企業東京都の企業神奈川県の企業その他の都道府県の企業また過去には日立プラズマディスプレイ株式会社の19.9%の株式を保有していたが2008年3月に全株式を日立製作所に売却しているなおエレベーター専業メーカーの富士テック株式会社は富士通と類似したロゴだが 富士通グループとの資本、人的関連は一切ない。一時資料、または記事主題の関係者による情報源。ありがとうございます。